モゾワンダーシティは、愛知県名古屋市西区に片町に所在する、イオンモール運営のモール型ショッピングセンター、以下、当記事中では、モゾと表記する、1994年開業のワンダーシティの建て替え、改装店舗として、2009年にオープン、新聞に、イオン名古屋ダブルシート、同じく三菱商事グループとイオンモールの共同で、建て替えが行われた、10万平方メートルを越す敷地に、 イオンと約二百三十の専門店からなる本胸、イオンシネマなどからなる、シネマ胸、群勢スポーツクラブなどからなる、スポーツ胸で構成され、愛知県内の郊外型 SC として最大級の規模を誇る。二千十三年二月現在の総賃貸面積は十万千平方メートルであり、二千十三年末時点でイオンモールの中では、レイクタウン、マクハリシン都心に次ぐ3番目と、 最大クラスのグループに入るウェブ4開設時から LED 光源の積極活用や壁面緑化など環境配慮の設備を取り入れており、2010年9月には壁面緑化で都市緑化技術開発機構の第9回屋上壁面特殊緑化技術コンクールの国土交通大臣賞を受賞している新聞4。また2014年11月11日には 商業施設リートで初の DBJ グリーンビルディング認証を取得した Web5、名古屋環状2号線に隣接しているほか、名古屋鉄道犬山線、名古屋市営地下鉄鶴舞線上、小田駅から徒歩5分、東海交通事業場北線、小田駅より徒歩7分の場所にある。周辺にはマンションや住宅地が多く、元来は工業地域であるため、 山崎製パンの名古屋工場などとも隣接、近接している。前日の通り、開店当初より、三菱グループとイオングループが共同で店舗開発を行った SC である。施設の所有は、本胸とスポーツ胸において、三菱商事と日本リテールハンド投資法人が、シネマ胸は三菱 UFJ リースが行っている。なお、 土地建物の資産管理については、ショッピングセンター建設前にあった工場の後ろ身で、ある、ザイマックスアルファが受託している。経緯については、イオンモール名古屋ワンダーシティを、参照旧本館の閉鎖後にスクラップビルトで、新位元棟を建築。別棟として季節されている建物のうち、スポーツ棟は、旧本館の閉店時に移転継続営業先として、開設されていたものである。また、 シネマムネは、旧本館の営業期間中に完成したが、新本ムネへの移転までは1階部分へ、ジャスコワンダーシティ食品館が仮入居していたほか、完成後は2階層が、ペデストリアンデッキで接続された。リニューアル以前の詳細については、イオンモール名古屋ワンダーシティを、 参照2007年2009年2011年2012年2014年2015年2018年2019年2020年 G 入口側イオンワンダーシティ店側から帰り口側 E 入口側手前は5階 RF 立体駐車場スロープシネマ胸 D1 入口側本胸はイオンスタイルワンダーシティ店を各店舗として順各店舗に東急ハンズオーパーアクタスザラ ペテモ、セガ、ユニクロ、ニコ&、無印良品、フランフラン、スポーツデポ、ザダイソーなどが入居している。専門店街は各階層ごとに業種や取扱品目が分けられ、1階が医療品、食品、2階は医療品、3階は子供、家族関連、4階はスポーツや文化関連となっている。2階の連絡橋で本胸2階と連絡されている。 シネマネには、イオンシネマワンダーや、エディオンが入居している。地上通路で本旨と連絡している。スポーツネには、スポーツクラブなどが入居している。また、イオンよりに、イーストコート、ザラレディス・ジェラートピケよりに、ウエストコートと呼称する祭事場があり、コンサートや、季節特売などの祭事に活用されている。1994年に開業した店舗の、 全面建て替えのリニューアル事業は2009年に完了しているが、その後上記の年表の通り2015年9月に施設内店舗の大規模リニューアルを実施。他にも下記の増床構想が示されている。シネマ棟の増床構想があるほか、本館棟横の立体駐車場棟の1階は、店舗化が可能なように天井が高く作られている。パークライドを推進、名鉄、 地下鉄各駅周辺の指定駐車場から公共交通を利用した場合、買い物金額に応じて駐車料金を助成する制度を実施している。また、マナコで、上、お台駅まで公共交通を利用した場合は、もうぞ、エコポイントを申請し、基準数に達した場合は交通費を助成する制度も実施している。名古屋鉄道犬山線、名古屋市営地下鉄鶴舞線東海交通事業。 上北線名古屋第二環状自動車道ウェブ、編集新聞編集文献編集大規模小売店舗立地法による届出工事地域貢献実施状況報告書ありがとうございます。